ちょうど震度7に2度襲われた、激しい強い揺れに襲われたこの益城町周辺は、依然として高速道路も片側通行になっています。ご覧のように、渋滞が発生していますね。役場のすぐそば、中心部がかなり損傷した住宅建物が見えますね。建物の取り壊し作業など始まってますね。もうこれその日のままですか。そうですね、2発目の後って感じですね。ここは作業机の勉強されたり作業されたりとか、失礼します。奥に行っても大丈夫でしょうか。はい、気をつけて。そうですね、足も踏み場もないというのは。そうですね。まあ元々散らかってたからそんなかからんかなくらいは思ったけど。ちょっと。
これはあの揺れだけでこういう風になったんですか？そうですね。その後に何か探したりとか。あ、探したりはちょっとはしましたけど、写真を撮ろうと思ってちょっと、はい、あんまりリアルな方がいいかなとかって思って、うん、戸棚の中に入っていたものもこう揺さぶられるようにして全部出ていったという感じなんですかね。多分そうですね、うん、テーブルクロス引きみたいな感じで多分飛んでたんだと。やっぱりこの玄関口はあのやっぱり食器とかがあるから、こうよく見るとやはりこう食器の破片とか散らばっていて、トイレは丈夫って聞いてたからってトイレに逃げたらしい。丈夫になれるぐらい。ああ、そうですか。はい、確かにこの間ご訪問したお宅もトイレはほとんどあまり形が変わってなかったです。高校進学を機にこちら市内の方にいらっしゃって、はい、冷蔵庫も上も開いてたんですけど、はい、そうか、調味料類が飛んで、これはもともとあちらの壁とかにそうです、はい、あったんですかね、はい、で皿がみんな割れて、あ、そっか、でも高いお皿だけは割れませんでした。
その日々は最初からありましたか？見ていいですか？ここは何？新しくできた。あ、はい。震災で。震災でですね。2発目で、はい、1箇所ちょうど筧さんのお部屋こちらでしたっけ？こっちが、はい。完全にもう壁が落ちてしまって、部分が完全に壊れてしまってますね。見てますか？
さすがに震度7の地震に2回見舞われ、その後も強い余震が相次いで襲ってきた益城町、住宅の損壊がひどいです。特に瓦葺きの木造の日本家屋、1階部分からペシャンと潰れている家が目立ちます。地元の方に伺いますと、やはり後片付けをするなど、人手が足りないと、ボランティアの申し込みをしても、2週間から3週間ほど、待ってくださいと、言われたという声も聞きます。
震度7に2回襲われた益城町に来ました。震災からちょうど1ヶ月が経過しました。ご覧のように、建物を解体したり、片付けを進める様子などが目立ちます。益城は被害がひどいですね。玄関でしょうか。真っ二つです。こちらは少し解体工事が始まってますね。屋根は原型をまだ感じさせますが、その他はご覧のようにいわゆる木片、柱、瓦、こんにちは。地元の方でいらっしゃいますか。あ、そうですか。暑くなりましたね。はい、暑いですね。
にちは。お疲れ様です。同じ地域でもやはり新しい建物と古い建物では違いますね。駐車場で一泊明かしてって感じでした。あ、車の中で。そうですね。そうか、うん。今は片付けとかはどうなんですか？今片付けにぼちぼち入ってて、うん、たまたまなんか公職員住宅を借りれたんですけど。あ、よかったですね。でもやっぱ荷物、公職員住宅も狭いから、うん、荷物とかがほとんど出せなくて、うん、もう何もない状態で。そうか。
そうですね。あのボランティアのね、うん、蓋の数が足りてないんじゃないかって話をちょっと取材してもらってて、ちょっとそこだけ一言お伺いできればと思って、あ、どうですか、ボランティアの方って状況どうですか。あのゴールデンウィークの直後は結構たくさん来たっていうふうに聞いてますけど、うんうん、そうですそうです。状況は報道にあった通り、なんかあの電話をしたんですけど、お手伝いお願いしたいってこと で、で電話をしたんですけど、やっぱりなんか人数が足りてないってことで、やっぱり2週間3週間先になってしまうって言われて、で結局まだお願いできてない状態でですね。ボランティアの方が来てくれたらこれをしてほしいなっていう具体的な作業ってどういうのが今一番必要なんですか。あ、そうですね、なんかうん、まあ、やっぱその家具を出したりとか、やっぱ重要な思い出の品とかもまだそのままなんで、そういうのなんか出し入れとかお手伝いできたら助かると思うんですけど、ね、じゃあ今はもう1ヶ月近くあのまま置いてあるだけで作業ができてない、うん、そうですね、もうそのまんまの状態で、はい、雨も降ったりねするから。そうですね、雨続きで。どれぐらいそののボランティアの方っていうのは どれぐらいの人数の方をお願いしたりとか。どれくらい、まあできれば人手が多い方が助かりますよね、うん、具体的にはちょっとあれですけど。どれぐらい待ってくださいって言われましたか。2,3 週間は。そんなに、はい、やっぱ皆さんお仕事休みの合間に片付けられるんで、うん、土日を必要としてるんですけど、その土日もやっぱり足りてないから、うん、ま、あの土日に来てくださいっていう指定もできないっていうことで。あ、そうか。そうですね、もうボランティア側が何日っていう決められた日じゃないとダメって言われましたね、うん、じゃあちょっとあれですね、もうでも避難生活続けながら自分たちでやるっていうのもなかなか大変なんじゃないかなと思って。そうですね、限りがあるからですね、うん、僕の方でも呼びかけを、お願いします、します、はい、もう結構皆さん1ヶ月経ってね、うん、もう大丈夫なのかなって思ってる方もいると思 う、ね、いるんですよね、結構東京の方行くと。なんか報道もやっぱあまりされなくなってきてるしですね、もうなんか忘れられてる感じが、うんうん、はい、ありがとうございます。すいません、堀です、よろ